山本勘助は、戦国時代の武将、紅葉軍艦においてはなお勘助、意味なお、晴美みき、出家後同期を称したという。勘助の意味な、出家後については、文書上からは確認されていなかったが、近年、沼津山本家文書、ご正門の里氏、同期より某まで四代相続志向格により、江戸時代段階で、山本勘助子孫が意味なお、晴美みき、出家後を、 同期と認識していたことは確認された。ただし、晴海雪の意味なについては、明治25年に、星野久志が、武田晴信が、家臣に対し室町将軍、足利義春の変記である、晴れ字を与えることは、社会通言上ありえなかったとも指摘している。公用軍艦巻宮では、天文16年に、武田晴信が、公衆ハットの次第を定めた際に関助の年齢を55歳としており、 これに従うと少年は、明王二年となる。一方、公用軍艦末初下艦家の山本勘介右派さん。五箇条のことによれば、勘介の少年を、明王九年としている。五箇条のことでは勘介が本国を出て、武者修行を行い、駿河で滞在し今川家に士官を望み、海へ移り武田家に士官し、出家し川中島の戦いで戦死する一連の履歴の年齢を記しているが、 これには矛盾が存在していることが指摘される。青年には分岐が暗念説もある。紅葉軍艦によれば、没年は永禄四年9月10日の川中島の戦いで打ち死にしたとされる。近世には武田二十四将に含められ、武田の御名神の一人にも数えられて、武田信玄の伝説的軍師としての人物像が、講談などで、 一般的となっているが、山本勘助という人物は、紅葉軍艦や、その影響下を受けた金星の変算物以外の、確実性の高い資料では一切存在が確認されていないために、その実在について長年疑問視されていた。しかし近年は、山本勘助と否定できると指摘される、山本勘助の存在が、複数の資料で確認されている。 一家に記述する勘助の生涯は、江戸時代前期成立の、紅葉軍艦も元にするが、山本勘助の名は、紅葉軍艦以外の戦国時代から、江戸時代前期の資料には見えない。勘助の生涯とされるものはすべて、紅葉軍艦及びこれに影響を受けた江戸時代の、軍団の作者による創作であると考えられている。各地に残る家電や伝承も江戸時代になって、武田信玄の軍師として、 名高くなった関助にちなんだ後世の不快である、可能性が高く、武蔵坊、弁慶の伝承、伝説と同様の英雄物語に類するものと、するのが、歯科の間では通説である。山本春後世探知、紅葉軍艦などには、三河国宝藩軍、牛久保の出とある。江戸時代後期成立の飼野の国史によれば、関助は、 駿河国富士軍山本の吉野貞之と安の三男に、生まれ、三河国牛久保城主牧野氏の家臣、大林勘左衛門の養子に入っている。大河ドラマ、風林火山もこの説を採用している。海野国氏は、紅葉軍艦、北越軍団の記述を引用している。北越軍団では、愛知県豊田市でラブ、日本中世史研究の第一人者で、 静岡大学教育学部名誉教授の大和田、哲夫によると、信憑性が低いとされるが、牛久保密断記に、書室の愛知県豊橋市、かも、浪人は、浪人と同じ意味、江戸時代以前に主に使われていた。山本勘助の原点資料である、紅葉軍艦では、こちらが使われており、本項目でもこれを用いる。勘助は26歳の時に、武者修行の旅に出た。 武功雑記によれば、剣豪、上泉秀綱が、弟子の虎博と牛久保の牧野氏を訪ねた時に、若き勘介と虎博が立ち会い、まず虎博が一本取り、続いて勘介が一本を取った。しかし、勘介を妬む、者たちが、勘介が負けたと誹謗したため、いたたまれず出本したという、上泉秀綱が、武者修行に出たのは、勘介の死後の永禄七年以後とされており、 この話は、剣豪伝説にありがちな創作である。関助は十年の間、中国、四国、九州、関東の諸国を遍歴して経流病法を得得して、白鳥や陣鳥を極めた。後に、関助が武田信玄に仕えた時、諸国の情勢として、毛利元成や大内義高の詳細について語っているがある。それによると関助は、大内氏に仕えていたが、 天文十年に祭祀を残して出奔したとあるが、その後の話に、辻妻が合わない部分もあり裏付けに乏しい。天文五年、三十七歳になった関助は、駿河国主今川義元に、士官戦と欲して、駿河国に入り、老人家老、伊予原忠種の屋敷に寄宿し、重臣、朝日奈信沖を通して、士官を願った。だが、今川義元は、 か助の医療を嫌い召しか,かえようとはしなかった。か助は色黒で要望醜く,く、赤眼、身に、無数の傷があり、足が不自由で、指も揃っていなかった。今川の家中は小物一人も連れぬ貧しい老人で、城を持ったこともなく、兵を率いたこともないか助が標法を極めた謎、大元相互のほらであるとそしった。標法で二三度手柄を立てたことがあったが、 かんが当時流行の浸透流ではなく渓流であることをもって認めようとはしなかった。かんは、主観が叶わず浪人の身のまま9年にわたり、駿河に泊まりうつうつとした日々を過ごした。武田24章。下段左から2番目が、山本かん山本かんのイノシシタ維持、勝川春亭が、イノシシの牙でかんは固めを失うかんの、標方家としての名声は、 次第に諸国に聞こえ、武田家の重臣、板垣信方は、駿河国に、白鳥に通じた浪人がいると、若き開国国主、武田春信に、関助を推挙した。天文十二年、武田家は、治行百官で関助を召し抱えようと申し入れてきた。浪人者の、新規召し抱えとしては、破格の待遇であった。取り消されることを、心配した、岩原忠種はまずは、 武田家から各役の主印状をもらってから会へ行っては、どうかと進めるが、関助はこれを断り合えて、武田家のために、主印状を受けずに、甲府へ赴もむくことにした。春信は、入国にあたって、老人の関助が侮られぬよう板垣に、馬や槍、それに小物を用意させた。関助は、筒子が先館で春信と対面する。春信は、関助の才を見抜き治療に百貫とした。なお、 紅葉軍艦には、駿河滞在は9年とあるが、駿河入国と武田家子艦の年月が7年しかなく、年数が合わない。春信は、白鳥や諸国の情勢について関助と語り、その知識の深さに感心し、深く信頼するようになったが、新山社への破格の待遇から妬みを受けて、家中の南部、下野守が関助を誹謗した。春信はこれを改易して、ますます、 か助を信頼した。南部、下野守は各地をさまよいが死したという。同年、春信が、品濃国へ進行するとか助は9つの城を落とす、大鼓を立てて、その際を証明した。か助は100巻を加造され、治業300巻となった。天文13年、春信は、品濃国諏訪組へ進行して、諏訪より主義を下し、これを殺した。なお、史実では、 春信の,の諏訪信仰と頼重繁の自害は天文十一年である。頼重繁には美貌の姫がいた。翌天文十四年、春信は姫を即室に迎えることを望むが、重臣たちは姫は武田家に恨みを抱いており危険であるとこぞって反対した。だが、関助の実は姫を即室に迎えることを強く主張する。結局は、諏訪家も後継ぎが欲しいであろうという根拠から、 姫が春信の,の子を産めば、武田家と信濃の名門素明との絆となると考えた。春信は、関助のことを入れ姫を即室に迎える。姫は、諏訪穂両人と呼ばれるようになる。翌年、諏訪穂両人は男子を産んだ。最後の武田家当主となる、四郎勝頼である。天文15年、春信は、信濃国小佐型軍の村上紀紀夫の清の問い史上を、攻めた。 豊石城の守りは固く、武田勢は大損害を受けた。そこへ、猛将、村上の力夫が救援に駆けつけて、激しく攻め立て、武田勢は、総崩れとなり撤退し、その間に追撃を受けて、全軍崩壊の危機に陥った。関助は春信に検索して50機を引いて、村上勢を要道。この間に春信は体制を立て直し、武田勢は、 かんすの巧みな采配により反撃に出て、村上勢を打ち破ったという。武田家中は、羽ぐ立返しと呼ばれる、かんすの縦横無尽の活躍に、マリシテンのようだと威持した。この功により、かんすは数をされ、治療発百悪感の足軽大将となる。この功績により、武田家の家臣の誰もがかんすの軍略を認めるようになった。なお、史実では、 問い脇工房船は天文19年である。立身した関助は暇を受けて、駿河の世原忠たを訪ね、年来世話になった五霊言状をして、主君春信を名大将であると褒めたたえた。春信は軍略政略について加紋し、関助はこれに応えて様々な知性の検索をした。優れた白鳥で高東城、小諸城を築き、関助の追記術は、 山本勘介入道同期流病法と呼ばれた。また、勘介の検索により有名な文国法、公衆八ッの次第が制定された。春信と勘介は、諸国の武将について語り、毛利元な大内義隆、今川義元、上杉憲政、松平清康について表し、ことに、義元に関しては内死にを予見した。後年、義元は、桶狭間の戦いで敗死している。 天文十六年、春信は、上田原の戦いで、村上の清と決戦。重臣、板垣信方が戦死するなど苦戦するが、関助の検索により勝利した。村上の清は、越後国へ走り、長岡ゲ虎を頼った。以後、謙信はしばしば北品野の川中島へ進行して、春信と戦火を交えることとなる。なお、史実では、上田原の戦いは、 天文十七年であり、豊いは気候防戦の前である。また、村上の利は、上田原の戦いで勝利して一時反撃に出ており、越後国へ逃れたのは、天文二十二年である。天文二十年、春信は出家して、信玄を名乗る。関助もこれに習って出家して、方々を同期祭と名乗った。史実では、春信の,の出家は、永禄二年とされる。天文二十二年、 信玄の命により、謙信に備えるべく、勘助は、北死なのに、海津城を築いた。上司となった、春日虎綱は、勘助が縄張りした、この城を、武略の域が極められていると語っている。真田三大記によると、勘助は、真田幸隆と子にであり、またババのブに対して勘助が、追記述を伝授している。これらの、軍に書かれた、助の活躍から、 江戸時代には勘介は、三国志の諸葛孔明のような、軍師と呼ばれるようになる。なお、公葉軍艦では勘介を軍師とは表現していない。山本勘介由来、兵法伝統録によると、勘介の兵法の死は鈴、小日向森重達と、おじ、山本茂氏、吉野家系図では父貞行が、軍略の師範となっている。川中島の戦い。 山本勘助の死川中島の戦いで討ち死にする山本勘助 A64 年、謙信は1万3000の兵を率いて川中島に出陣して西女山に入り海津城を脅かした。信玄も2万の兵を率いて甲府を発行し海津城に入った。両軍は数日に及び退治する軍議の席で武田家の重臣たちは決戦を主張するが信玄は慎重だった。 信玄は、勘助と、馬場信春に、剣心を打ち破る作戦を立案するよう命じる。勘助と信春は軍勢を二手に分けて、大規模な別動隊をやいに乗じて、密に最助山へ接近させ、夜明けと共に一斉に攻めさせ、驚いた、上杉勢が最助山を降りたところを平地に布陣した、本隊が攻撃して殲滅する作戦を検索した。ゲラがくちばしで木を叩き、 驚いた虫が飛び出てきたところ喰らうことに似ている。ことから後に、ケラ戦法と名付けられた。信玄はこの策を入れて、高坂正信、馬場信春率いる、兵一万二千の別動隊を編成して、最助山へ向かわせ、自身は、兵八千を率いてやわたばらに陣を敷き逃げ出してくる、上杉勢を待ち受けた。だが、軍略の天才である謙信はこの策を見抜いていた。夜明け、郷坂勢は、 最女山を攻めるが、もぬけの殻であった。夜明けの濃霧が晴れた八幡原で、信玄と関助は驚くべき光景を目にした。いるはずのない、上杉勢一万三千が彼らの眼前に展開していたのである。謙信は、関助の策を出し抜き、一切の物音を立てることを禁じて、深夜に密に最女山を下って千曲川を渡り、八幡原に布陣していた。武田勢は、 上杉勢の動きに全く気がつかなかった。謙信は信玄を打ち取るべく車かかりの陣で武田勢に猛攻をかける。信玄はこれに、こうすべく格欲の陣を敷くが、武田勢は押しまくられ、武田家の武将が相次いで討ち死にした。その中に勘助がいた。公葉軍艦は勘助の死について、天久殿の討ち死にに、諸角文語の上討ち死に、旗本足軽大将領人、 山本勘介入道を同期討ち死に、初鹿玄五郎討ち死にとのみ、信茂ら戦死者と列挙して、簡単に記している。山本勘介の威発を収めた、墓所会記者、牧宗成江戸時代の軍記物、武田三大軍略によれば、勘介は、己の検索の失敗によって、全軍崩壊の危機にある攻めに死を決意して、敵中に突入、奮戦して十三機を倒すが、 ついに打ち取られた。高信越戦独では、死を決意した勘介は、わずかな家来と敵中に突入して、死死粉陣の働きをするが、家来たちは次々に打ち死にし、それでも勘介は、満身創意になりながらも、大立ちを振るって戦い続けるが、上杉家の猛将家崎警官の手勢に取り囲まれ、四方八方から槍を打ち込まれ落馬したところを、坂木磯八に首を取られている。 去年69、ス助らの必死の防戦により信玄は、剣心の猛攻を持ちこたえた。乱戦の最中に剣心はただ一気で手薄になった。信玄の本人に切り込みをかけた。馬上の剣心は将棋に座った信玄に三立ち、渡り切りかかったが、信玄は軍配を持ってかろうじてこれをしのいだ。ようやく別動隊の高坂勢が駆けつけ上杉勢の、側面をつく。 不利を悟った謙信は兵を引き、戦国時代未曽有の激戦である川中島の戦いは終わった。この領有の決戦を、紅葉軍艦は前半は謙信の勝ち、後半は信玄の勝ちとしている。なお、当てずい量なことを山艦、山艦というが、一説には山本勘助の名前が由来とされている。その他、編集詳細は、 川中島の戦いを参照 A64 年4月、武田信玄が割が岩木を攻め落とした。その際、武田信玄の信濃信仰の参謀と言われた原虎種が負傷した。これに代わって山本勘助が参謀になる。宇多く国吉作山本勘助を軍略と築城に武田武将として描いた。書出の資料は江戸時代初期の17世紀初頭に成立したと考えられる。 公用軍艦であり、その後もその印象が、江戸時代の講談に引き継がれて、様々に脚色されて、天才肌の軍師、山本勘助像が形成された。江戸時代には、紅葉軍艦は、軍学の聖典と尊重されて、広く読まれ、山本勘助という名軍師の存在も広く、知れ渡ることになる。しかし、元禄年間作成の松浦重信の武功雑記によると、 山本勘助の子供が、学のあるそうで、我が親の山本勘助の話を創作し、高坂男上の作と偽って、紅葉軍艦と名付けた作り物と断じるなど、早くから世上に留付された名軍師としての存在を疑われることがあった。ここでは、山本勘助という人物の存在は認めながらも、紅葉軍艦は偽作であり、軍艦にあるような信玄の軍師ではなく、 山形の家臣であると論じている。明治になって近代的な実証主義に基づいた歴史学が日本にも取り入れられ、太平記や太高記といった古典的な軍記物語に対する資料批判が行われ、その資料性が否定されるようになった。明治24年、東京帝国大学教授田中義成は論文、紅葉軍観光を発表して、紅葉軍艦の資料性を否定。 紅葉軍艦のみに登場する軍師山本勘助は山形正影配下の身分の低い一兵卒が元であろうとした。田中は紅葉軍艦は軍学者小畑影則が高坂壇上に固くして書いた創作物であるとし武功雑記の記述を根拠として紅葉軍艦は勘助のこの関山派の僧侶の覚書を参考にして書かれ、 この僧侶の覚書では検証の意味で父を古代に活躍させており一兵卒に過ぎない勘介が武田家の軍師とされてしまったと断じた。ただし、田中は紅葉軍艦の資料性は低く評価するものの、山本勘介の実在性に関しては疑っていない。実証主義歴史学の家である田中義成の見解は権威あるものとされ、田中の皇帝、渡辺義介などもこれを支持して、 以後は、紅葉軍艦を、歴史学の論文の資料として用いることが、はばかられるような風潮となる。活動は愚か、名前自体が、その他の資料での所見がない山本勘介の活動も、また史実とは考えられなくなり、戦後には1959年観光の奥野隆、広、武田信玄において、勘介を架空の人物とした。昭和44年10月。 同年に放送されていた大河ドラマ、天と地とに触発された北海道釧路市在住の視聴者が、先祖伝来の古文書から、戦国時代のものと思われる山本勘介の名が記された一通の書状を探し出し、北海道大学、品野資料編算室に鑑定に出したところ新物と確認された。これは、品野国多海軍の国衆で、戦国時代には、武田家臣、近世には、 植杉家家臣となり、明治期に、と田兵として、北海道へ渡った市川氏の子孫家に伝来した、古文書群で、市川家文書と呼ばれる。現在は、大半が、所蔵家の元を離れ、本間美術館に所蔵されている。そのうち手元に残した一部が、釧路ろ市川家文書で、山本貫助文書はこの中に含まれる。現在は、山梨県立博物館所蔵。 この書状の発見によって、実在そのものが否定されかけていた、山本勘助の存在に、新たな一石が投じられた。市川家文書の発見を受けて、磯貝正義、佐藤八郎、小林慶一郎ら、山梨、長野県の研究者による研究が相次ぎ、磯貝は、市川家文書の発見をもって、山本勘助の実在は立証されたとしつつも、紅葉軍艦における、 信玄の軍師としての逸話や意味なの晴れみゆきに関しては疑問が持たれる点を指摘した。小林は山本勘助を紅葉軍艦における山本勘助と同一人物とし、さらにこの文書が第三次川中島合戦に際した工事三年の発給で勘助は従来の見解による山形の家来ではなく信玄側近として死者を務める地位の高い人物と評した。一方、 佐藤八郎は、磯貝の見解を支持しつつも、山本勘助を、山本勘助に結びつける点に関しては慎重視する、見解を示した。市川家文書以降の山本勘助に関わる研究は、多様なものが見られるが、勘助に関わる確実な記録、資料は、公用軍艦以外では、市川家文書のみであるという状態が続いた。山梨県の郷土史や、上野聖羅は、公用軍艦を、 肯定的に評価し、1985年には山本勘助を観光し、山梨県北駒郡高根町上倉原に所在する、つて山本勘助の破壊し屋敷墓を紹介した。上野はこれらの破壊し群を中世の逸話等、法教院等とし、付近には中世土豪の屋敷が所在し、会の国史に記される、八ヶ岳南六の山本勘助に関わる、 伝承の記述から、勘介は、国の部国境に近い、この地域に配置された家臣であるとした。また、1988年には、渡辺勝政が、武田軍師、山本勘介の謎を刊行した。渡辺は、萩判末越録の異労に収録されている、勘介の子孫を称する長戸国民住の山本家遺書書や武田氏関係文書を紹介し、勘介子孫が、 もう年へ中に滞在子孫を残したとした。ただし、渡辺の論は、萩反罰越録、遺牢などの編纂資料や伝承によるもので一時資料に基づいていない手にや、紹介している武田氏文書に関しては、偽文書である可能性が指摘されている。1990年代には、大和田哲夫が戦国時代における軍師の役割を検討し、軍師は、 合戦の帰境を占う軍配者としての軍師と主君に対して軍事上の助言を行う参謀として軍師の両面があることを指摘し、関助は双方の役割を兼ねた軍師であったと指摘した。1990年代後半から2000年代初頭にかけては戦国遺文武田社編や山梨県史の編纂が行われ、武田氏関係文書の徹底的な修正、調査が実施されたが、 関んすに関する進出資料は発見されなかった。2006年からは、丸島和弘が、武田一族、家臣の名が多く記された高野参加校長の紹介を行っているが、現在でも関んすに関わる名は発見されていない。一方、1990年代には、国語学者の坂井賢治が、紅葉軍艦の国語学、諸子学的な再検討を行い、これが2000年代には、 歴史学方面にも波及して、紅葉軍艦の資料性に関する再評価が提示された。2007年には、井上康史原作の NHK 大画ドラマ、風林火山が制作、放映され、前年から山本勘介に関する文献が多く、出版された。2007年には、芝辻俊六が、山本勘助の巨像と、実像、武田氏研究第36号を発表し、 東大資料編参書所蔵、古文書雑誌における、高崎山本家文書の調査記録に注目した。これは1892年に、旧上野国高崎藩士、山本家当主が所蔵文書の鑑定を依頼した際の記録で、芝辻は文書自体は質の悪い写本であるとしつつも、山本勘助ずつ、武田春信書状については一定の信憑性があるものと評価した。 2008年には、群馬県安中市の安中市学習の森古里、学習館による同市に居住する、増田体への所蔵を古文書の調査において、武田氏関係文書が発見された。同年には、山梨県立博物館による資料調査が実施され、山本勘助とその関係者と見られる古典の進出文書が確認された。なお、増田も家所蔵の古文書群は、当初、 マシモケ文書と呼称されていたが、その後の調査で、本来的には、マシモケに伝来したものではなく収集した古文書であることが判明したため、現在では、マシモケ所蔵文書と呼称されている。この5点の文書は、山本勘助宛文書が3通、勘助子孫の山本氏宛と考えられている文書が2通で、市川文書以来の山本勘助関係文書として注目されているほか、 山梨県立博物館の調査により、関助子孫の動向も判明した。さらに、2009年11月には、静岡県沼津市で第24回国民文化祭、静岡2009の一環として開催されていた企画展、ご宝城市と沼津において出展されていた古文書の中に、2007年に芝辻が紹介していた山本関助筒。 武田春信書状と同一の写本が発見された。これにより、文書の所蔵家から古文書、家古いなどの沼津山本家文書が発見され、高崎藩士であった山本勘介子孫が明治後に移住していたことが判明した。マシモ家所蔵文書、沼津山本家文書の発見に伴い山本勘介の研究は加速し、特に沼津山本家文書の家古いから初代。 山本勘介の方号が、紅葉軍艦における山本勘介の方号と同様の同期であることが確認された。近世諸島においては、山本勘介子孫や武田維新、再主観を願った大名家の間では、初代勘介は紅葉軍艦における山本勘介と同一視されており、両者は同一人物であると指摘されるに至った。また、ましも家所蔵文書。 沼津山本家文書の発見は、近世諸島における武大臣である関助子孫の再使官に関する事情を豊富にもたらし、中世、近世以降期における大名家臣の動向に関する資料としても注目されている。一方で、紅葉軍艦における山本関助の活躍や軍師としての役割などの点については解明されるに至らず、課題として残されている。2010年には、 山梨県立博物館でシンボル展実在した山本勘介が開催され研究成果が一般に公開された。同展ではシンポジウムも開催され、海、お犬馬正春、丸島和弘、柴広之、平山優良による書論校が発表された。なお、二0 1三年には同シンポジウムの成果やその後の調査などが山梨県立博物館監修、海、 老犬馬正春編、山本勘介の実像を探るとして刊行されている。詳細は、真下家所蔵文書を参照川中島古戦場付近の勘介の墓真下屋所蔵文書、沼津山本家文書によれば、初代山本勘介の子息には二代山本勘介がいる。陽名は平蔵、意味名は工房とされる。二代勘介は、甲斐の国島木の96では、 山本勘介の項目に続いて勘助子則の山本坊を立候補し、実名を不詳としつつ一本系図によれば、名は肝臓心ともとしている。山本坊は、天正3年5月21日の長篠の,の戦いで、戦死したとし、沼津山本家文書でも二大勘助は、長篠合戦で戦死したと記している。また、貝の国島木の109では、 相場修理の助を立候し、相場バ永次男の十三衛門の頼元が勘助の娘を妻とし改正し、山本十三衛門の城を名乗ったとしている。文書上においては、天正人後起承文において、新元寺期三州に山本十三衛門の城の名が見られ、武田氏滅亡後に徳川家康に仕えていることが確認されている。2009年に、 群馬県安中市で発見されたマシモケ書増文書には、山本勘助文書を含む5通の山本氏、関係文書が存在しているが、その中には天正4年推定の山本勘助の後継的立場にあると考えられている山本重西門の上宛の軍役文書が含まれている。また、慶長7年から慶長11年間推定の勇気、 秀康書上は十三右衛門の城の小平一宛で、徳川家康に仕えた、関助、十三右衛門の城の子孫が、越前松平家に仕えた可能性が考えられている。また、真下家所蔵文書の内天文十七年、山本関助宛武田春信判物は、東京大学資料編参書所蔵、古文書雑誌に収録されているが、中期によれば、雑誌書�山本氏文書は、 明治25年12月に、小倉習慣が山本勘介子孫であるという旧、上野国高崎藩士山本家所蔵の写しを探訪したものであるという。高崎藩主は、松平信綱子南の武器を外する松平家で、家臣団関係資料である、高崎藩士家格、家筋並びに、苗字元絶者一覧には、信尾危機からの家臣に、勘介、十三右衛門の王を名乗る。 藩主が存在していることから、雑賛中期の高崎藩主山本家に否定されるものと考えられている。山本藩助子孫にあたる沼津山本家文書によれば、山本藩助子孫は徳川氏に仕えた後に、再び浪人死外にいたが、藩永十年頃に山城国四土藩主、長井直政に再始藩士藩主となり、藩助の名乗りを服したという。その後は、 長井市の丹波国宮津藩への転法に従い、丹波へ移り、後に松平の武器に仕え、信沖の転法により日立国土浦藩、下屋国民武藩、越後国村上藩などを経て、最終的に上野国高崎藩主となっており、神塚の真下家により文書が収集されたものと考えられている。沼津山本家文書によれば、山本勘助子孫は、初代勘助を、 紅葉軍艦における山本勘助と同一視しており、再始管した後も公衆流軍学を学んだ軍学者として活躍している。越前松平家は山形正影子孫など武大臣を家臣団に加えているが、越前松平家の藩子系図、諸子先祖の木には、秀康家臣に山本倉之助もと山本正門の存在を記しており、山本倉之助は、 系図が不分明であるものの山本勘助を先祖としており、山本聖英門も武田信玄に仕えた山本氏を先祖としている、武田維新であるという、越後長岡藩文書、青い紫神社文書などによると、同藩の家老連綿の家柄である山本氏は、山本勘助邸縦脇の末裔とする、山本家の名跡を継いだ、第二本帝国海軍軍人として、 著名な山本56連合艦隊司令長官は、山本勘助と同じ家系に連なる人物であるとして、各方面で紹介されている。また、関西重州諸下布によると、旗本、山本市250国も、山本勘助の家系を組むものとなっている。武大臣で構成された八王子仙人同心の仙、人頭に、山本家がある。なお、日ご飯の生死である。 面校収録巻四十六によれば、中津の細川三歳に二百国で仕えた、下村三安は、勘助が討ち死にした時に幼い三男だった、下村安笑いの子、すなわち山本勘助の孫であったとされる。また、伊ヤの子、伝ンも、父と同じく八代で三歳に仕えた、江戸時代後期の甲州幕との一人である、雄天千之助は、剣術の名手として知られ、自らを、 山本勘介の抜流と自称していたという、公軍艦をもとに、江戸前期から武田信玄に仕えた、軍師としての人物像が、軍団や実録、浄瑠璃、絵画作品を通じて定着し、勘介の人物像が確立した。また、勘介の家族、とりわけ母の子子子が激化され、たびたび取り上げられている。以下に、特に著名な二作を挙げる。 コシジはサンバーと呼ばれる難役の一つに数えられている。江戸期には中巻合戦記など、武田家を題材とした実録も成立するが、山本勘助を扱った実録として、山本君公機械画作品においては、かの了承が山本勘助像や松本風子、山本勘助画像などがあり、奉仕武者や独眼など、軍艦に見られる姿を反映して描かれている。また、 近世に盛んに制作された武田二十四小図や歌川国吉、歌川義虎、歌川薫縁らの武者絵や歌舞伎工業に際して制作された役者絵においても同様の姿で関助が描かれ人々の間で定着している。1953年10月から翌年12月まで小説新調に連載された井上康史の歴史小説風林火山は 1969年には映画化、1992年12月には、里見光太郎主演で、日本テレビ系列の、年末大型時代劇スペシャル第8作として、また、2006年正月には、北王子金也主演でテレビ朝日系列にて、テレビドラマ化がされた。さらに、井上康史生誕100年を記念して2007年放送の、大河ドラマ風林火山の原作となった。 海音寺長五郎は1960年から1962年まで週刊朝日に天と地とを連載し渡辺四介博士の秘術在説を採用すると断り書きを入れて関助を登場させていないこの作品は1969年に NHK 体がドラマ化され同年の市川家文書発見の経緯にもなった新田次郎の歴史小説 武田信玄は1965年5月号から1973年9月まで歴史特本に連載された。連載中には市川家文書が発見されたものの、当時はまだ関助の実在が疑われていたため、作中で関助を軍師ではなく忍者とした。これら以外には横山光つてるの漫画、赤岩の竜があり、武田信玄に使えること以外ほとんどが創作となっている。 これら作品での勘助は、新田、武田信玄を除いて共通して、赤眼で描かれているが、どちらの目を失明していたか不明であるため、右目あるいは左目であったりと定まっていない。山本勘助は、以上の説明の通り、史実と認められた情報が極めて少なく、それだけに古今の創作家の想像力を大いに刺激してきた。大阪府藤井寺市の伝統工芸品。 小山内輪は,は、三好氏の同静を探るため、小山地区に一時住んだ勘介が、患者であることを隠すため作ったことに始まるとの伝承がある。武田家の菩提寺である、甲州市炎山小屋寺記のエリン寺金在の円山三日、市場には、不動明王像が祀られた堂がある。この不動明王像は、勘介不動と呼称されており、円山小屋寺記、円山三日市場の、 両地区において管理されている。造行は約40センチメートルで道内正面の仏壇に安置されている。関助不動は不動明王特有の半岸であるが、紅葉軍艦における山本関助と同様に右目が塞がれている。1890年のエリンジ住職、円王が記した遺書書関助不動村再建有志名簿によれば、武田氏の滅亡後に、 信心深い男が本像を刻み、毎年1月28日に祭礼が行われてきたとする伝承を記し、銅の再建に寄せた城剤と寄付書の名簿を記している。銅の位置は再建時に現在地に移転されたという。祭礼の際に用いられた版義と札も残されている。貝の国史は交付金板支配の松平定義により編纂が起とされ、 文化11年に完成した、開国の知史。編纂に際しては、文書調査も行われているが、武田氏や戦国期に関する記述は、軍艦からの影響が強いことが指摘されている。関助の武田家史館については、武田家臣、小牧正武の用務日誌であると考えられている、高城佐樹にも記事が見られる。現在伝わっている、高城佐樹は、武田家の用務日誌をもとに、 近世段階で、竹大臣の栗原氏の辞責が残留されたものであると考えられており、関助に関する記事も、軍艦からの引用であると考えられている。高城佐起については、芝辻春六、高城佐起をめぐる諸問題。竹田家の足軽大将については、確実な文書の検討から、海の出身で昇進の回収と、他国出身者に対別され、 武田家の重要な役職は、海州により独占され、他国出身者が武田家に主管した場合は、足軽大将に任命されることが多かったことが指摘されており、三河出身の山本勘介が足軽大将に任命されている。軍艦の記述は整合性があるものと指摘されている。なお、道論校は目次には掲載されていない。資料集単著、編著論文。ありがとうございます。